こんにちは、ピクテの萩野です。前回どうもすいませんでした。いきなりですね、風邪になっちゃいましたですね。ちょっとそれで、参加しないで、この場でできなかったんですけど、今日はこうしっかりやらさせていただきますので、よろしくお願いします。で、今日のタイトルですね、金を買うべきか売るべきか。この1ヶ月間ですね、もう質問いっぱい来てですね、そしたらもう一度喋るしかないかなというのがあって、どういう考え方で臨めばいいかということを、今日一日しっかり話をさせていただければと思います。実際に今金の価格ってですね、1日大体 0.5 から 1% ぐらいのこの振れ幅で動くようになってきまして、高値抜けてきたら動き始めますよって言いましたが、これから多分ボラティリティが上がってくるんですね。毎日見てるとかなり動き始めているということです。まずはじめにですね、今日はここ1ヶ月間のマーケット、現在の市場局面で、先に金の値動きについてと、その後資産保全と先日は資産配分の戦略の考え方についてお話をさせていただきます。いつもと同じく、この1ヶ月間まず株式ですね、円換算ベースで、今回この1ヶ月間実は一番上がったのが新興株式 9.9% で、一番上がらなかったのが日本株で 3.1% で、実は新興国株、ナスダック、世界株、日本株という実はパフォーマンスのだったということで、もう基本ですね、マーケット全般株式あるいはですね、クレジットものもみんな強かったんですけども、実は破壊色がやっぱりかなり出たと。で、前回 の, セミナーの、セミナーというか、私がビデオで流させていただいたのが、現在この配分から株式は、分散した方がいいですよって話させていただいたんですね。で、これなぜ分散をされて、基本はですね、このポートフォリオで見ていただくと分かるんですけど、金の配分の比率が高いんですね。株式が 20% で、コアポートフォリオは皆さんのいろんなポートフォリオでよく喋らせていただいてますが、で、その中でこの株のなぜこれを広げる段階に入っているかというと、株式のウェイトを減らす考えはないんですけども、ここからは分散をしていく局面に入ると。で、今週明日ですか、NVIDIA の決算、半導体の AI 企業の決算、1、3月の決算が発表されますけど、売上高 220% ぐらい伸びてるんじゃないか、いろんな予測があるんですね。ただ後ほど喋りますけど、だんだん集中化がさらに進んできていて、明確に分かれてきてるんですね。ということは、もし仮にそのセクターがうまくいかなかった場合は、マーケットかなりリアクションを起こす可能性があると。マーケットの最終局面の段階になってくると、そこを今売るわけじゃなくて、すぐこれをするって話じゃないですね。私何度も言ってますけど、時間をかけて変えていくと、その段階に入ってきているということを説明させていただきました。その後実際にどうなったかというと、この1ヶ月間、先週の金曜日までの、約1ヶ月間でいくと、円換算の上昇パフォーマンスが明確にやっぱ出始めたんですね。高いやつリターンがもう2桁いったのが世界の公益だけで、その後新興国の後輩と新興国の株、あとバリュー系がリターン出して、で、出なかったのは日本株、商品、米ドル系のところだったということですね。米ドルはあまり円に対してはそれほど上がらずに、で、それ以外のやつはかなり上昇はしたんですけども、破壊色がかなり出たマーケットで、もう一つ業種別に見ていくと、世界株式の円換算ベースの業種でいくと、公益 14.9 で、金融、生活費、ヘルスケア、どっちかディフェンス系が世界株のパフォーマンスよりも高くて、で、どちら情報系含めてエネルギーとか、どちらかというとそちらの方があまり動きがなかったと。3ヶ月ベースで見るとこんな形なんですね。過去3ヶ月間、実は過去3ヶ月のパフォーマンスって破壊色出始めてるっていうことも、一番金がパフォーマンス良くて、その後世界の交易、新興国になってますが、商品、多分皆さんが想定しているのと違う動きだと思うんですね。で、この事実を確認しながら次のステップに進むっていうのは結構重要で、マーケットでそういうちょっと動きが出てきてるっていうことはぜひ理解していただけたらと思います。ただ一方で新興国の社債通貨あまり良くないんですね。どっちかっていうと株系バリューが強かったこの3ヶ月間ということになります。で、これも3ヶ月間の業種別でいくと、公益、エネルギー、素材、金融のあたりが強くて、
まあ、生活必需品からヘルスケア、一般消費財のところは、まあ、あまり強くなかったということです。で、いつも言っている、まあ、その新興国の皆さん問い合わせがありますので、まあ、どんな動きをしたかというと、この1ヶ月間はなんとインデックスが一番パフォーマンスが良かったんです。で、次にうちのアクティブのインデックスでいくと、アイトラストっていう新興国の労働人口にこうの伸び率高い成長系のところはちょっと置いてかれて、どちらかというとインデックスの方が強い、まあ、動きをしてたということですね。まあ、これ過去3年間のパフォーマンスの違いを見せてますが、この1ヶ月間は久しぶりに新興国のインデックスが強い動きをしたと。もう一つですね、これラッセル米国株のグロース系とバリューのパフォーマンスも見ていくと、ほぼあまり変わってないんですね。グロースとバリューがほぼ同じパフォーマンス、この1ヶ月間。ただ相対的なパフォーマンス、ラッセルのグロース系の成長株の成長する企業群っていうところのパフォーマンスがこの灰色で、赤が割安な銘柄群の、集まりがこの赤としてすると、まあ、ここのところずっとバリュー系パフォーマンス良くなかったんですが、相対的なパフォーマンスで見るとずっとグロースが強いモメンタムがだんだん動かなくなってきて、まあまあ切れたって言い方するほどでもはないんですが、ちょっとですね横ばいになってきたと。だグロースもバリューも実は同じ動きをしている、まあ、ここ3ヶ月ほどなってきているってことですね。まあもう一回ですよ、明日の決算で一気にグロース系がまたドーンと来るかもしれませんし、まあどちらかというとですね、ほぼAI 関係のところでマーケットが動き始めてる、でかなり集中化してきてて、それ以外のところは違う動きをし始めていることを後ほどご説明いたします。10年の長期国債の利回りですね、10年国債の利回りは、若干この1ヶ月で米国あとオーストラリア下がってるんですが、日本とドイツはまあちょっと若干上がってて、まあ、基本はですね、まあ、そんなに上がってないねと。ただ3ヶ月単位で見ると米国のちゃんと長期利はまだこう上昇傾向のトレンドラインに今のまだあると、これをまだ上昇トレンドラインにはまあ、あるという状態になっています。各国の消費者物価指数の上昇率、まあ、ほぼ横ばい圏ですね、なかなか下がらないということ で上がった下がったっていろいろこう何ですかね、こうマスコミ含めて出たりはするんですけど、実際にはこうやって見るとほぼ横ばいであんま動いてないよと。毎月毎月のいろんな情報に惑わされることなく、もうちょっと対極的に見て、まあ、どんな状態かとなると消費者物価指数あんま下がってないで横ばいですねと、というふうに多分理解した方がいいかと思います。またこれが 3.4 が 3.5 になるかもしれません。これがぐーっと下がってきて 3.3 だ 2を近づいてくるとなると、ああ物価上昇率変わってきたので金融政策変わってくるねと。為替は依然として円安ですね。またで面白いのが、介入が入っている可能性がある米ドルの方が相対的に強くて、豪ドル多分これは介入入ってないとすると、そこのところはパフォーマンスが、まあ、豪ドルは慌ててユーロドルという結構開きが起きたと。ただこの米ドルに関してもユーロに関しても依然として円安ラインのトレンド上にあるということです。一つですね、まあ、今回アメリカの金利が下がる可能性があるよって話になったときに結構円ちょっと強くなったんですけども、もう一つ見ておいた方がいいのが、私は貿易収支結構見てるんですが、実際のお金の流れが、お金が動く流れなので、これ貿易収支のですね12ヶ月平均の動きを、まあ、92年以降からで下に来てた赤ですね。で、まあ、要は東日本大震災以降日本は貿易収支赤字の国になってきちゃってですね。で、まあ、理由は一つ、原子力発電等を止めたので、まあ、原油とか石炭の輸入量が増えたと。あともう一つは最近になってこれさらにあったのは、これはやっぱり原油価格上がった影響なんですね。で、1年先行させます、貿易収支トレンドラインが結構見れるので、そうすると貿易収支ですねかなり戻ってきてるんですね。だからこの要因で円が強くなる可能性もありえるということは想定しておいた方がいいかな。ただ一方でこの貿易収支を
の先行指標なんですけど、実は原油価格なんですね。これは原油価格で、下に来ると上がっているという状態なんですけど、これ、原油価格貿易収支に対して1年こう先行させています。だから原油価格がドーンと上がってで下がったので原油、貿易収支改善傾向なんですが、今この辺り止まってきているので、そういった観点からすると、これ以上は貿易収支の赤字が縮まらない可能性もあるということで、基本原油価格動向、商品関係はしっかり見といた方が為替に関しては重要だと。もし原油価格がさらに上がってくるとなると、1年後貿易収支が悪化してくるんだねと、そうすると為替に対して影響を与えるねということをある程度想定してもいいかもしれないというメッセージで、ただ問題はですね、日本は赤字の国になっているということですね。それが一つ為替の弱い、円が弱い要因の一つだということはぜひご理解いただけたらと思います。クレジット関係ですね、投資的確社債、ハイイールド、米ドルの新興国ソブリン債券、軒並み若干プラスということで、堅調な動きをしています。ハイイールド関係ですね、要は格付けの低い債券のポートフォリオのパフォーマンス、米国、欧州、アジア、それぞれみんなリターンがある程度しっかり出ているということでございます。新興国の国債、あと新興国の通貨、現地通貨建ての債券を分解して見ているんですけど、新興国の通貨は円に対して 3.6% 上昇しています。ですからどちらかドルよりもこの1ヶ月間は新興国通貨の方が強いんですね。これ多分介入の新興国通貨に対してしてないので、ドルだけ強く、ドルに対して円は強かったというか、かなり動きがあったんですけど、実際には新興国通貨豪ドル含めて円は弱い状態がこの1ヶ月だったと。このチャート見ていただくと一目瞭然ですね。ほぼ調整してないですから。これ新興国通貨のチャートですね、円に対する。あと、新興国の現地通貨の債券も 1.4% リターンが出ているという状態になっています。でこれなぜ何度もこれお見せしているかというと、円が新興国の通貨に対して強いか弱いかはすごく重要なんですね。日本の経済のある程度の運営の仕方っていうのは、国の財政赤字を通貨を発行して中央銀行が買ってるっていう、これマネタイゼーションというその手法はですね、よく新興国の国で行われている。なのでその通貨に対して強いか弱いかは、やはり円の潜在的な強さ、本当にどうなってるかっていうのを見るにあたっては非常に重要だと私は個人的に思ってます。金ですね、金に関しては 3.2% 円換算ベースで上昇で、商品は 0.6% 上昇しています。もう一つドルベースで見て、金は 2.3% 上昇していて、米国債もですね 1.3% 上昇してますから、これインデックスとかポートフォリオですね的なこう考え方でいくと 1.3% 上昇して、金も米国債も強かったということです。で金はですね1回下がったんですね。前回の時にはちょっと短期的なテクニカルトレンドでいくと売りシグナル出てますので、ちょっと要注意で、ショートだとググって下がったんですけど、その後すぐ戻ってきたっていうのは後ほど話しますけど、モメンタムは強いですね。次に現在の市場局面についてお話をいたします。いつもと前回と同じく変わらず、ピークをちょっと右に来てるかなと。下落するというのはピークの水準にはあるんですけども、ちょっと右寄りになってきたかなと。でリスク低減を若干する、それなので、株式の分散をとにかく進めた方がいいですよというのは、そういう意味で話をさせていただいています。米国、日本、ユーロ圏の中国、位置づけとしては変わらないですね。ピークからリスク低減、バーゲンハンティング、ボトムでバーゲンハンティング、追加購入、業績相場になりますけど、まだ金融の引き締めから緩和になってませんし、長期金利がどんどん低下している状態でもないし、経済もピークアウトしているわけではないので、ただ流動性リスクが一部に発生、あるプライベートエクイティの会社、あるいはリートの会社ですねのニュースが、アメリカのやつが出ましたけども、ちょっと
身動き取れなくなってきたと、ビジネス的にという話も出始めてきたので、まあ、流動性リスクはアメリカの不動産のところでは発生し始めてきている感じがありますですね。まあ、一応ただ、まあ、全般で見るとまだこのピーク系にあると。いつも話しさせていただきます先ほどの、まあ、1999年以降金新興国の株、世界株、あとは10年国債利回り、 FF 金利、米国の消費者物価指数の動向を見ながら、金融引き締めピーク本格調整で金融緩和で調整、金融引き締めピーク本格調整、まあ、大体そのピークの後本格調整が来ているんですけども、その今回のところそれを見ているのがいつもお話しさせていますが、米国の短期の金利が10年の国債長期の金利を上回ったところが続いたところがピークで、金利が下が短期の金利が中央銀行が金利を引き下げてくる頃、これなぜ引き下げるかというと景気が悪化し始めるからと。そうすると、まあ本格調整マーケットしてますよと。で、このこれがリーマン、これが IT バブルの時、これリーマンショックの時ですね。で、これがコロナで、今回短期金利が上回って10年国債の利回りずっと上回ってるんですけど、それでずっとピークという話をさせていただいてます。で、もう一つ、それぞれの調整局面の時に、短期金利が上回ったピーク時点の頃から金利が下がる頃、これが IT バブル、リーマンショック、あとコロナで、今回まだ調整入ってないですけど、その時々の、パフォーマンスを見ているのがこちらですね。毎度話していますけど、前半利回りが逆転している時、短期金利の方が長期金利よりも高い状態の時、その後短期金利が低下する。で、短期金利が低下する時に、まあ、株関係新興国の世界株、まあ、この時もそうですけど、まあ、下がってますね。で、そのピーク時点の時は逆イールドの時は結構強いマーケットで、今回逆イールド、まだですか、短期金利が10年国債を上回っているピーク水準の中で、今回の特徴はですね、4月に入ってとうとう世界株のパフォーマンスを金が追い抜いてき始めてきたという状態になっております。その次に世界株、その次にリターンが高いのが、まあ、ドル円や円安だってことですね。この世界株、金、新興国、投資的各社です。これ全てドルベースで換算していて、為替だけ円で見てます。あえて分解してるんですね。そういった観点がすると、新興国もリターン上がってきてますが、まあ、要は金が強い状態に、まあ、2022年11月以降1年以上金利が逆転現象起きてるんですけど、そういった中で金がとうとうプラスになってきたと。でも、それもあってですね、この1ヶ月はかなり動いたので、まあ、本当問い合わせが多くて、まあ、それでタイトル、買うべきか売るべきかっていうのにさせていただいています。もう一つですね、まあ、ここで話をぜひしたいところが、先ほどのチャートは99年の12月からなんですけども、91年の12月から新興国もデータあるので、ここから IT バブルに入る頃までのちょっと期間を話しさせていくと、短期金利が低下する時期ですね。この時もちょっと下がって、この時下がっていったんですけど、90年代、3回あったんですね。 1,2,3 回で、その時に、この金利が下がった時に株見ていただくと、この時はやっぱ調整してるんですね。で、赤のところあえて入れてるのが、高い金利からちょっと下がった時は世界株はパフォーマンス出してるんです。で、この時は金利下げたのは、これは新興国の通貨危機、あるいはですね、ロシアショックが起きた時に FRB 金利下げたんですけど、その時はまああまりこう、まあ、マーケット下がった時なの で、あとは金利下げてる時にマーケット下がってるんですが、今回まだこの状態が続く可能性もありますよということだけ。90年代のこの半ばぐらいに起きた、要は
米国消費者物価指数の水準というのが、この10年国債とか短期金利よりもまだ利回りの方が高いんですね。だからそこをそれでちょっとだけ下げることによって金利低下ということで、まあ、株が買われるまだ状態にもあって、今までだいたいこの短期金利が長期金利を上回っている状態が続いている時というのはだいたいマックス1年ちょっとぐらいだったのが、もうちょっと長引く可能性もあることを想定してポートフォリオを運営していく必要があると思います。ただ一つ、その一つの要因というのがこの失業率を示してですね、この赤い折線グラフ、これもアップデートされる、なかなかです、上がってこないんですよ。過去ですね、失業率って2年移動平均の水準を超えた時はクッくっと上がっていくんですけど、見えます、この赤い折線グラフは実際の失業率アメリカので、薄いピンクがですね2年移動平均線なんですけど、それを抜けた時はグッグッグッと上がってきたんですけど、今回抜けてもなかなか上がってこないですね。かなり雇用状態はいいので、特に消費関係は堅調だっていうところがまあコンセンサスなんですけども、この失業率が上がってくる頃、あるいはこの頃がマーケット調整するタイミングなんですけど、まだここが堅調なので、その中で金利がもし下げられたとするとマーケットがまだ強い可能性もあり得るということですね。ただ一方でもう一つ雇用の数字なんですが、この米国の求人倍率がぐーっと落ち始めてきたんですね。でこれ株価と SP500 と、まあ、連動性があったり今回乖離してですね、でもぐーっと落ち始めてきて、ここは結構今マーケットの参加している人間は見始めてます。求人倍率というのは募集しているに対して何倍、まあ、ただまだ水準高いんですね、5倍ぐらいですから、募集が5倍で、一方でですか、まあ、人に対して、人がその就職したい人に対して5倍ぐらいのこう率でですね、まあ、人を募集している状態っていう、ただまあ、まあ今までマーケットかなり連動が高かったのが下がってきてはいるけど動きがまだ出てないと。でマーケットただそういった中でですね、やっぱバリエーションかなり高いところまで、2024年4月末現在で平均 PR 今現在24倍で、平均がだいたい20倍 で1標準偏差、この水準で1標準偏差で 24.5 倍ですか、ほぼ1標準偏差近くまで来てるんですが、過去これを超えている時は、まあ、大きな意味でピーク、まあ、そこら辺のところには来てるので、まあ、一応水準としては高いと。そういった中で、説明したいのが二極化してますよと。でそのグロースっていう、先ほどのラッセル3000で米株のグロース、成長株系の中にガーファー含めて全部入ってくると理解してください。でそこのところとバリュー系は、まあ、まあどちらかというとオールドインダストリー、まあ、自動車とかそういったのはこっち系に入ってくるとか、バリエーション安いやつですね。でそういったそのパフォーマンスで見ると、まず見ていただくとグロースとバリュー系、この3ヶ月間実はバリューの方がちょっといいんですけど、 PER 株価に対する倍率はグロースがマイナスの 1.2 になってて、ちょっと下がったんですけど、バリュー系はちょっと上がったんですね。 17.93 が 19.47 なんですよ。で20倍近くまで来てですね。でグロース系の方はかなりバリエーション過去で見てもやっぱ高いところにあるんですけど、まだ成長するだろうと。でかつ一部の企業群ですね、そういった中でグロースは業績予想、まだこれ実績ベースで見てもこの業績伸びてるんですね。これ実績ベースで、これ業績ベースで一株当たりの利益 EPS と言われるんですけど 6.4% この3ヶ月間伸びて、一方でバリューは減り始めてて業績伸びてないんですね。だ完全に二極化してて、一つの 500、まあ、要は3000という株式の中で、ラッセル3000というのは3000銘柄ですけど、その中の企業の中で2つに分かれ始めてきてる。極端に言うとある一定の、企業群が相当引っ張る状態、まあ、集中化し始めてきてる
ということですね。そういった中で、これバリューの指数と景気先行指数、景気先行指数がアメリカの景気の先行指数、上に来ると景気が良くなる可能性があるデータが出てきますよと、下がっていくと悪化する可能性があるデータが出てきますよと示しているんですが、景気先行指数が若干先行するんですよね、利益に対して底を打つときも。でそれが下がってきたと、やっぱここもとうとうだからバリュー系は業績良くなくなってきているっていう。そうすると何でしょう、グロースとバリューがどちらもですね上がっている方が健全なんですね、極端な話言うと。マーケットとしてはだんだん集中化して片足飛行になり始めてきたと。ですから分散をしていった方がいいと。米株1本だけにするとその中が本当に集中化し始めてきたと。なので分散をしておいたする局面に入ってきてますよ。ただいきなり全部分散するっていうわけじゃないですね、徐々にしていく。比率的にはそれを例えば半年かけてもいいですし1年かけてもいいですよ、それ皆さんの判断ですけど、まあすぐボンってやるよりも少しずつやっていくタイミングに来ていると。金の値動きについて話します。金の値動きはですね、実質長期金利が下がりました。実質長期金利毎回喋ってますのが10年国債の利回りからマーケットは期待しているインフレ率、これどちらも下がったんですね。でただそれよりも10年国債の利回りが下がったので実質長期金利がちょっと下がったと。でなぜ実質長期金利を話すかというと、その上げ下げがですね結構金の価格にすごい影響を与えるので、まあ、今回これ逆メモリーで上に来ると実質長期金利が下がって上に下に来ると上がっているんですが、それがちょっと上がったんですね。それにきれいに反応したということで、まあ、金価格これは先週の末時点2415ですけど、一時今週に入ってこの高値抜けてきましたですね。モメンタムかなり強く戻ってきたと。そういった中で、これまずドルベースで見ると、まあ、毎回お話しさせていただきますけど、この金の価格2019年以降ここのトレンドの高値抜けてるとグッて、まあ、抜けてきたと。もう一つ話したじゃない、この520日移動平均線、約2年間の平均の買いコスト、一般投資家のという理解でいったらいいんですけど、その水準から今の現在の価格の乖離率がこの下なんですね。でそれが、すみません、これはですね、これは65日でやってるんですけど、65日の、すみません、65日はこの青で、短期的にブーッとモメンタムになると、これ分かると思うんですけど、グーッていくと、くっついてグーッと上がるとくっついてグーッと上がってくっついてみたいになってますね。下がるときもグーッと下がるわけじゃなくて下がったと一回くっついてみたいな、こう動きしてるじゃないですか。これ過去、まあ、どちらかというと短めでトレーディングしてる人にとっては売買をこれだけ儲かったから売却するよと、でそれでマーケットはこう変動する一つの要因になると、考えていただいてもいいと思います。そういった中でかなりグーッと上がったので、ここが前回話したときは10% 超えてきましたので、まあ、結構相当オーバーヒートしますよと話もありましたが、それもこれが65日がどんどん上がってきたので、平均これでも平均買いコストだんだん上がってきているので、だんだん縮まってきてですね、なので一時ほどはオーバーヒートしている状態じゃなくなってきているという見方になるんですね。これが離れすぎるとですね、どうしても売ってくるしているんですね。この時期ちょうど1ヶ月前の時ですね、まあ、それで1回下がって、でこれで一回お休みしている間にどん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 こう平均値が上がってきたと。で、まあじゃあ売るべきか買うべきかっていう話とちょっと違って、じゃあなんでもう一回金がこれだけ上がってるかって一つの要因でいくと、まあ、何度も同じ話させていただいてますが、これ逆のメモリーでいくと金に対してドルが下がってるという考え方ですね。でこのメモリー左側が10倍ずつになってる対数表示っていうものになってますね。そうすると過去の動きがよく見えるの でこれが金に対する、ドル価格がどう下落してきたか。でこれがですね米国のお金の通貨をどれぐらい供給したかという、まあこれがずっと増えてきているので、それに合わせてドルが下がってきますよと、供給量が多いんで。でそれでこう下がってきてますよと話をされました。でもう一つこれを水準を切れた時にドーンと動いて
これを抜けた時にドーンと動いて、でそれをもう上回ることはなかったんですね今まで。でなぜこういうチャートになるかというと、まあ、ずっとお金が供給されてきているので、その需給差で結局金に対してドルがずっと下がってきたと。で今回抜けてきましたよって話してきました。でこう対数チャートで見てますが、そうでないとするとこんだけのお金を供給したんですね、コロナの時に。凄まじい金額ですね。まあ、それもとなると、そのお金の供給量と金の供給量、だいたい年率 2-3%、 その差が今後この価格に反映されてくる可能性があるという前提で私は見ています。だから上がりますよ、めちゃくちゃ上がりますよというのではなく、それだけお金がジャブジャブに供給されて、これ円でドルだけで円もそうですね。ちなみに先ほどのこう抜けたところのピークを、そのピーク時点からどれぐらい1回上がってきたか、それぞれのトレンドを見ていくと、1971年の時は約、400%、 389%、 この時はこのピークからこの下がるまで 721%、 約8倍ってことですよね。でこの時は2001年から2011年、10年間かけて約 643%、 まあ7倍以上で、今回は2015年のこの1051ポイントからこの2415ポイント、まあ、先週の数字ですね、 129% なので、まだ相対的に緩やかな、今までの変動に比べると緩やかな動きをしているという形になっています。だからこれどんどん上がりますよというわけではなく、ただまあ仮にこれぐらいの動きをしたらどれぐらい動く可能性があるかというのも想定の一つの戦略の一つに頭に入れておいてますね。なので、じゃあ売るか買うか、買うか売るかというよりも重要なのは、じゃあこのアセットクラスをまあどうやってポートフォリオに入れ込んでいくかというのと、あともう一つ重要なのは、円という通貨がちょっと他と違ってきちゃってるんですね。それをこれから後でお見せしますので、まずこれがドルのベースでの金のドル価格別で、だからドルが金に対してどういうふうに負けてきているかとですね、これ上に上がっていると金が上がっていると、ドルが弱くなっているということなんですけど、もう一つ見ていただきたいのが、520日移動平均線、2年移動平均線に対してのこの乖離が下に書いたんですけど、これがだいたい 15% 以上余ってくると、過去2年間買っている人がみんな儲かっているの状態という理解で僕は見てですね、そうするとですね、結構売らないんですよね。逆に言うと下がってくると買い足しに来る形、そのマーケットの時は結構強いんです。これ 15% 以上の時、これあえてピンクのシャドウにしましたけど強いですよね。で今回久しぶりに抜けたんです。なのでまあ我々この 6,7 年ずっと金をポートフォリオに入れましょうという話してましたけども、まあ、実際にずっと投資してきている人はほぼ金に対していいイメージを持ち始めてて、そうなってくると上がったそのパフォーマンスが下がってくるとですね、買い足す方が、マーケットの需給面で見ると、まあモメンタムとしてはいいモメンタムに入っているというふうに理解します。あともう一つ理解いただきたいのが、今のトレンドラインはこの上昇トレンドラインですね。米ドルと金のだから米ドルに対する上昇ライン、これが A ポンド同じように、まあ、ポンドの方が金により弱いですから、まあ、ぐーっと高値も超えてこんだけ上がってきてますけど、2000年がですね、こう通貨弱いんですね、金ポンドって弱いんです通貨。これがユーロですね、ユーロ換算、これが中国の元、まあ、みんなもう高値かなり抜け始めてきてる。ですからそのドルだけじゃなく、ポンド、ユーロ、中国元で持っている人にとっては、まあ、かなり上昇ラインの、この上昇ライン上に乗ってきているということですね。日本、これ円換算でいくとトレンドが違うんですよ。この上昇ラインだったのが、それを抜けてこのさらにこの上昇ラインになったんですね。日本の円だけ違う動きしてるんです、金に対して。同じような動きしている一つの例、トルコの通貨、同じこのラインからさらに上に来てですね。
これいつからスタートしているかというと、まあ、コロナ以降なんですけども、コロナ以降に今日、まあ、その普通の先進国の通貨に対しては何度も申します、ここ本当に重要なんですね。円は本当に弱いんですね。ドル、ポンド、ユーロ、まあ、金それぞれの通貨ですがかなり強いですよ。あとが中国元に使えばかなり強いですし、だ円はさらに一段上のこのトレンドラインになっちゃったんですね。だこれが続くって言ってるわけじゃないんですけど、ただちょっと他の通貨とは全く違う様相の動きをしているっていう、じゃあ理由は何一つあるかというと、先ほど申し上げてましたように、財政赤字を中央銀行が補填している状態と。新興国結構多いんですね。まあ、そういった中で、今マーケット動いているということはぜひ理解いただいた中で、要はその円に対する分散投資の一環として、まあ、ドル、ユーロ、ポンド、それぞれ通貨あると思うんですけども、金も通貨として分散投資の一環として話させていきます。まず短期的なちょっと動きでいくと、前回これ、まあ、これまず月次の長期の、私、金ってですね、金利がついてないのでバリュエーション身につけにくいんですね。なので結構テクニカルの動きを見ながら価格変動の動きの方が入ってきている投資家がかなり多いんですよ。なので、まあ、私一つ見てるのはこの MACD っていう一つのこう強弱指数を見てるんですけども、それがこう、このですね、濃いこのチャート、濃い茶色のチャートと薄い茶のピンクのチャート、これが下に濃いやつが抜けてきた時は、まあ、ピーク、下から上に来た時は実は相当打ってますねっていう今チャート、まあ、なんですけど、まあ、これ常に当たるわけじゃないですね。ただ、まあ、一つ言えることは月次のモメンタムで考えて、長期的な月次は月次、あんまり動く月次は月末ベースが月ごとなので、そんなガチャガチャ動くポイントを見てないんですけど、それは、まあ、どちらかというとシグナルでは回転化してて、まあ、その時に高値まあ抜けてきてるんですけど、週次ベースでも依然としてモメンタムは強い、上に来てますね。で、前回デイリーで今ここに来たので一回ちょっと揉むかもしれませんよって話したんですね。これデイリーベース、デイリーで、まあ、ここそしたらですね、これ前回の4月23日時点ですね。その後、まあ、これ抜き、これちょっと切れちゃったかもしれませんねって話したんですけど、実際に切れたんですが、調整こう踏ん張ってこの今赤いラインに入ってきてるかもしれないですね。青じゃなくて赤いラインのやつが切れたんですけど、でここ今買いシグナルになってる。テクニカル上ですよ、外れるかもしれません。ただ一応そのシグナルが出てるっていうことですね。でそれが今の金の動きです。モメンタム上は、テクニカル上のモメンタム上は今短期的には、中期的にも長期的にも強い今トレンドを示しております。資産保全の考え方で、まあ、よく我々は説明しているインフレ時代の資産保全5つの基本原則、マルチアセットアプローチで 1位じゃなくリスクを十分に考慮した運用をぜひ目指してください。でなぜかというと、一番いいですよというのは必ず裏に何かリスクがかなりあると。でピクテは分からないものはやらないと。で1位になっている理由があればあれですけど、今後10年間1位になるかっていうのはありえないんですね。過去を10年間1位とすると、今後10年間で1位になる確率が相当下がると。10年サイクルで資産運用を行ってトレーディングはしないと。トレーディングをすればするほど確率が悪化していくと。だいたいプロでも何度も申し上げてますけど、当たる予測だいたい3分の1は外れるんですね。でインフレに強い資産を保有する、一つの資産に集中させず相関の低い資産を組み合わせる。今日ここをしっかりちょっと説明させていこうと思っています。割安な資産に時間分散を行い資産を構築する。だ先ほどこうポートフォリオで株からこう分散化していきましょうよと、株の中を。だそれは1回ではなく何回にかけて少しずつやっていかれる必要があると思います。これは過去10年間の
各アセットクラスの相関を見てます。先月末、4月末までの段階ですね。で、相関って何かというと、一緒に連動して動くか動かないかと。動いてるとどういう性格を持ってるかと。で、基本0.75以上だともうほぼ一緒に動いてるので、2つ組み合わせても分散効果は本当に低いと思ってください。で、色分けします。例えば日経平均と、SP500 分散しましたよと投資ってよく聞かれるんですけど、これ分散効果ほぼないですね。0.81、ほぼ連動性高いと。SP500 とナスダック0.95、めちゃくちゃ高くて、世界株と SP500、0.99ですから、ほぼ完全に連動していると。分散効果ないんです。だから世界株のファンドと米国株のファンドを組み合わせて持ってますって話、よく聞かれる方いらっしゃるんですけど、分散効果、ほぼないです。下がるときはどっちも下がりますから、そういう性格をしていると思ってください。で、この相関っていうのはですね、結構効くんですね。そのアセットクラスのそれぞれの資産ごとの性格を表せてるんです、その結果と思ってください。だこれが一気にですね、0.8あったものが、いきなり0.2になるとか、なかなかないんですね。で、ポートフォリオ、私10年単位で申し上げましたけど、10年単位で運用するときはこの数値が結構役に立つということです。そういった中で、この例えば株、こちらの方と相関が低いやつ、ずっとこう右とか赤になってくださいますよね。この辺りになってくると相関が低いんですね。0.0だと、ここほぼ全く動き、関係ない動きしてますよっていうのが0ですね。マイナス1になってくると逆の動きしてますよって、だから下がった時上がってますよ、上がった時下がってますよってことなんですけど、だからポートフォリオを組む時にここを組み合わせていくと全体の動きが安定化してくると。そういった中で、まず日本国債、じゃあ組み入れようかと。金利0ですよね、ほぼ。ちょっとついてきてますけどね、1%とか。でも日本の今のこの現状を考えた時に、多分日銀は為替対策を含めて金利引き上げてくると。そうすると日本国債から1%の利回りで、利回りがさらに上がるとですね、価格が下落するんですね。利回り上がると国債って、債券って価格下落ですね。だ、そういったもんで買うと、なかなか買いづらいねと。世界国債ヘッジ、米国の例でいくと、今米国債の利回り4%ちょっと、4.5、為替ヘッジするじゃないですか、5.5%以上持ってかれるんですね。マイナスになっちゃうんです。そうするとリターン入んないんですね、世界国債ヘッジ。まあ商品は別ですけど、で、金のこれはヘッジしてないもの、やっぱ相関低いんですね。なので、この5年6年ずっと金を持ち、債券ではなく金ですよって言ってたのは、まず債券金利が低かったと、あとリターンが上がらないと。それで金という話をしてきたんですけども、ですから金を買うべきか売るべきかではなく、ポートフォリオに組み入れる一つの資産クラスとして持つという考えを考えていただけるとすごくありがたいです。見たことないような、ちょっとお見せしますんですけど、これちょっとですね、すごく重要なデータなんですね。これ1999年の12月以降、世界株と金の価格変動がどうだったかっていうことを示します。世界株と金、例えばこれ10で13週対比っていうのは、約3ヶ月間どう変動したかと、それの統計値なんですけど、例えばここにあるやつあるじゃないですか、これ世界株、これ何かと、金がだいたいちょっと分かんないですけど、20%弱上がって、世界株はこの時期27%、あ、じゃなくて、すみません、30ちょっとパーセントぐらい上がりましたよってことを示してですね。で、ここにあるのは世界株も金もその3ヶ月間では上がった状態と。それが全体の約43%。こちらの方のこの点点点ですね。これは世界株が上がって金が下がった状態の時。右下が世界株が下がって金が上がった時。で、ここは何かというと、株と金もどっちも下がったと。
分散しても3ヶ月待機いくと、いや株も金も一緒に下がっちゃったじゃないかと。重々これ全然統計値で確率 15.5 万ですね。あともう一つここで線引いてるのは何かというと、ここの線はこれよりも下に来てるところは株、ここの時はここですね、この間のところね、これは金が下落したのに対して世界株のパフォーマンスでオフセットしたかどうかと、その結果ゼロを上回ったかどうかと、してない時なんですね。ここも同じです。世界株下がった時に金のパフォーマンスでオフセットできなかったと。だから ここから下は相対的に全部、まあ、基本損してるとですね。これは1年間持った時、この比率が 9.9 下がりましたね。でこちらの比率がどっちも上がって 49.7、まあ、とにかくここっちが重要なんですけど、これ左側、これは今度3年間ゼロになりましたよね。株と金も出てどっちか上がってるんですよ。どっちもだから要は株も金も下がったっていうのは3年間持ってて、1999年以降3年間持ってるとゼロなんですという結果なんですね。でただこの線、先ほど言った線の、まあ、どっちかちょっとマイナスの時ありますよね。だ完全にオフセットできてないと。260、これ5年間ですね。5年間保有した時はまずゼロ、株も金も下がったのゼロ でかつこの線、株が上がって金がマイナスで、それをオフセットできてないところはゼロなんですね。だからそれ5年間持ってると株と金のポートフォリオっていうのは1999年以降かなり分散効果が効いてると。じゃあその理由は何ですかというと、もう一回見せますけど、やっぱり相関が低いんですね。この相関が低い、だ分散効果が得られたっていうことですね。でなぜ、じゃあ景気が悪くなってくると株ってやっぱり下がりやすい、景気悪くなるよと。その時に景気悪くなるとなると金利がこう低下する、で金利が低下する局面というのは金にとってはプラス要因なんですね。金って金利がつかないので、金利が下がってくるってことはプラスの要因になると。あるいは不安定になってくると、安全資産というか、まあ、ある面その、何かリスクが起きてきては金みたいな、まあ、考え方なので、まあ、金が相対的に強かったですね。もう一つ見ていただきたいのが、じゃあ国債と金の比較ですね。左側が世界株と金、右側が世界株と米国国債で、同じ1990年12月以降どういう動きをしてきたかと。で米国国債と金持っていると、マイナス、どちらマイナスだったというのはもう3ヶ月でもですね、米国国債と金持っているから少ないんですよね、確率。だからやっぱ国債とポートフォリオ組んだ方がいいんじゃないかって思うかもしれませんけども、でもオフセットできてないんですよ、米国国債の下落を。だからもし仮に世界国債と米国国債半分半分持ってたとしても、これオフセットできないんですね。これドルベースですから円関係なくやってますけど、でそうすると、まあ、ちょっとこういう、もう一つはですね、米国国債ほぼあんま動かないので、ほぼ株の影響で終わってしまうと。でこっちは丸くなってますよね。でなぜ丸くなってるかというと、金も荒く動くからです。荒く動くんですけど違う動きしてくれるので分散効果得られるんですけど、それを今度先ほど言った5週5年で見ていくと、こっちが世界株式と金、世界株と米国国債、まあどちらも何て言うんですかね、5年持っていると下がってないんですね。こっちも下がってない。ただ一個違うのが、ちょっとこれ見ていただくとですね、米国国債と世界株、まあ従来型のこうバランスで、まあ、半分半分持つとするとですね、ただこのですね、まあほぼ米株のパフォーマンスによってかなり上げ下げするんですけど、このこっち側の方の世界国債のリターンあんまないですよね。でこっち側見ていただくと、かなり広い範囲のリターンということは、この50から250のところまでかなり高いリターンが得られている。こっちないんです。組み合わせとしては1990年99年以降
株と金を組み合わせていると比率はこっちの方が低いですよ。どっちも上がったっていうのは米国国債と株の方が高いんですね。ただここのリターンの差がかなりあるんですね。株も金も上がってくれたとということなんですよ。こっちは米国債あんまり動かないので、まあ、そういった相関低いんですけど、でもある程度の長期で、期待収益率を上げて リターンを上げたいとなるとの金の比率を高めてくると過去良かったですよというコストを示しています。ですからあくまでも一つの資産に金を買うとか株を買うとかではなく分散して5年間ぐらいもしたらマイナスじゃなかったらいいですよね。だそういうのが分散効果の一つのポイントで、これ仮に世界株と米株ってやったらほぼどっちも一緒に下がってます。だそれなので分散効果がないっていうことをぜひご理解いただけたらと思います。だから世界株でこれ見るとこの時まあ下がってますよね、5年間で。で同じようにこれもしこれが米国の株とすると同じぐらい下がってますから、ここにあるのはここに来てます。なので分散することは重要ですよ。特にマーケットがある程度ピーク時点にもし来てると想定するならば、そろそろ分散を考えていくタイミングに来ます。前回この世界株公益新興国の話なんですけど、さらにアップデートとさせていただくと、世界株と公益株のパフォーマンス、この1ヶ月間で、世界公益 13.7、世界株7で 6.2% 違うんですけど、一番私見てるのがこの相対的なパフォーマンス。こうやって見ると世界株の方がパフォーマンス良くて、世界公益株のパフォーマンス、まあちょっと買ってきてるかなと思いますけど、こっちに魅力感じるじゃないですか。それよりもプロとか我々が見てるのは相対的なパフォーマンスで、このゴールドのこの色が世界の公益株のパフォーマンス割るごとの世界の株のパフォーマンスで、上に来ている時は世界株が強くて、上に来ている時は公益株が強くて、下の時は世界株が強いんですけど、ずっと負け続けてきたこのトレンドラインをとうとう抜けてきました。この前抜けるかどうかって話はとうとう抜けてきましたです。で抜けてきたところでぐっと動いたんですよ。見えます？これ抜けてきたところで動けるんです。これ見てるんですね。もう一つ、前回しゃべった商品の価格に対して約1年間世界の公益と世界の株のこのもっと長期的なパフォーマンスですね、これのはこの赤い折れ線グラフが右の軸で、左の軸で、商品価格の推移を示すんですけど、約1年間遅行してますよと。だ商品価格踏ん張ってるので、まあ一つ投資をする理由の一つになり得るっていう話はさっき見てましたけど、まあ、そういった動きがあって、もう一つですね、先ほどは相対的なこのパフォーマンス、もっと長期で94年から見るとこの時は、公益が勝ってで負けてったんですけど、今これを抜けてきて今度このトレンドラインを抜けてくるかもですね。そうすると完全に長期的にターンアラウンドしたっていう考え方をする人も出てくるということです。ただまあある程度このマーケットのターン、このトレンドが変わってきているところは結構続く可能性があり得ると思っています。なぜなら、先ほど言ったこれ世界の公益株ドルベースですね。でこう高値こうやって抜けてきてるんですよ。こうやって抜けてきてますね。でこれが、金でも使っている MACD なんですけど、ここが一回売りのシグナルで戻ってきました。でこの期間中が上昇ラインの時なんですけど、でこれが一回調整して、でまたこれ上昇ラインで、今回ずっとこの下落ラインだったんですね。この時以来なんですよ。結構幅が大きいんです。それがターンアラウンドしている可能性が、でそういう高値抜けてきているところですね。まあこれが当たるというわけじゃないですけども、一つの参考のデータとして見ています。でもう一つ重要なのがバリエーションですね。バリエーション的には、まだ 15.6 倍で、世界株が 19.5 倍、これ予想ベースの業績の予想ベースですね。
で、こちらの方の業績予想は相対的に当たりやすいと。公益っていうのはなんですか、そんなにどんどん成長はしないんですけど、業績相対的に安定しているので、そういった、まあ、バリエーションでいくとまだ相対的に低い。あと利益も上昇、これ上がったり下がったりするこれデータの調整が起きるときこういう指数なんですけど、まあ、こう上昇傾向にあって、まあ、相対的に世界の株に比べて公益の利益っていうのはこの1ヶ月間でも伸びてますよと予想ベースで。2006年以降から見ると相対的な PR 水準、世界公益世界株相対的な水準はこの約10年間で、まあ、かなり低いところにあるという状態になっています。あと前回の新興国の話ですね、まあ、これ高配当のデータでやってますけど、これもですね先ほどの相対的なパフォーマンス、ここを抜けてきたんですね。で抜けてきたらこのパフォーマンスになって、この1ヶ月間の新興高配当のパフォーマンス 9.5% でラッセルの成長株 5.8 よりも実は高いんですね。でもう一つ見ていただきたいのが、今度バリューに対しても、これバリューとラッセルのバリュー、新興国の高配当株、この2年間のパフォーマンスでもとうとう勝ち始めてきて、あとこういう動きをして下落傾向だったのはとうとう抜けてきたんですね。なのでバリューに対してもこの1ヶ月間パフォーマンスがいいという状態になってきたということです。新興国の高配当の株の、バリュエーション水準でいくと PR 株価に対して利益はどれくらいかというと10倍を切れてるんですね。左がこの赤いのがで、これ世界株のバリュエーションで結構開いてるんですね。でそれがこちらを示していて、新興国の、PR のバリュエーションが世界株に対してどれぐらいの水準にあるかというとほぼ 0.4 の水準、1じゃなくて4割ぐらいの水準です。でこれ過去最低の水準で、それを下回っている、あるいは前後ぐらいのところで10倍を下回っているところを赤線でやったのがこの時以来なんです。 IT バブル終わったぐらいの時ですね。その時のマーケットはここがだったんですね。で今ここで今ちょうどなって、だ パフォーマンス世界株より、まあ、あれですけど、まあ、ある程度パフォーマンス動き変わってきてますよね。こう、まあ、そういうような、まあ、状態に、まあ、この1ヶ月間、入ってきたということは最後メッセージ で、ちなみに新興国の株はもう一つ重要なのが商品の金属価格との連動性が結構高いんですね。だから商品の金属価格は鉄鉱石とか銅とかで、そういったものの値段ちょっと最近かなり堅調になってきてるんで、それも見ておくといいと思います。ここのあたりがどんと下がってきてるのと、いや新興国やっぱりちょっと違うかなと、ただ我々一つこれは見てますね。あともう一つは先ほど商品の価格の動きと新興国の世界株に対する相対的なパフォーマンスはこれ3年遅れで結構連動してるんですね。これ何、経済がですね潤ってくるの、商品の価格が上がってくると新興国商品作ってるとこ多いですよね。銅だ、まあ、原油だなんだかんだ、そういったところの経済がだんだん良くなってきて、でモメンタム変わってくるのに約3年間ぐらいあるんだっていうのがちょっと理解で考えてるんですけど、そういった観点からすると、まあマーケットのモメンタムが新興国の方がついてくる可能性があると。ただすぐになるかどうかわからないので、時間分散をしながらポートフォリオを分散する考え方を持つのはいかがでしょうかという話をさせていただきます。以上ですね、私の方の今日のプレゼンテーションをこれで終わらせていただけたらありがとうございます。終わらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それではお時間の関係で、オンラインの方から